皆さんどうもこんにちは、野田明日香です。ということでここは総武快速線の津田沼駅です。撮影日はですね6月9日ということで、今回はですね235系についてやっていきたいと思います。おいおい、またか235系とかって思う方いるかと思います。なんでか、ヒントはですよ。ということで、まあ235系をやっていくと、ちょっと待ってやばいなあれ、片方だけ点滅してる。失礼しました。ということで今回はですね、まあ235系の軌道加速度をメインにお話ししていきたいと思います。と思ったらね、ちょうどはね、まあお話をしていたら電車来ましたね、235系。でもね、新型車両っていうのは現行の車両よりも軌道加速っていうのは高いっていうのが一般的なんですよね。ただこちらの235系スカレンジなんかが現行で217系よりも軌道加速力量が遅いということで、なんといくつだと思いますか皆さん。 1.75km だった気がします。車内感じられますね。いつものスカレンジです。22ですね。なんで今年から去年の最終増備車ですね。まあこの感じでね、まあスカレンジってことでノーコストカットなんで出っ張っております。で、この235系スカレンジですね、先ほど言った通り軌道加速度が 1.75km というお話をさせていただきました。ちなみに217系はいくつぐらいと思う方いるかと思うんですけど、217系は 2.0km です。なんで逆に言うと235系スカレンジは軌道加速が遅いというわけでございます。今回はね、あまり喋ることなくモーター音を皆さんにご紹介していきたいと思います。と思ったら反対側に217系先輩行きましたね。ちょっと見えないな、行っちゃいましたけど、あっちの方が軌道加速が今遅いということです。じゃあなんで新型車両の235系の方が軌道加速度が遅いなのかっていうことについてなんですけど、それはですね217系に軌道加速度を合わせているからということでございます。で、まあ、先輩のね217系が安定してしまえば、このね、まあ、235系というのは軌道加速度は上がるんですけど、今2種類の車両が総武快速には走っているということで、統一性というのが、ね、バラバラになっちゃうと遅延とかそういう意味で、まあ、先着に到着したりとか、それにバランス的な、まあ、運転感覚的な問題があるから、まあ、217系に合わせるために235系は217系がいる限り、まあ、軌道加速度を遅くしているよという形です。ちょっとミュージックフォンが来た、何が来たんだろう、反対側だ、なんだ、シレンダーマオのナイトエクスペースですね。最近こいつさ、あの色変えられてるけどさ、こいつは色変えられてないんだね、なんかもったいないなって。まずこれからいっぱい増えますね、まだ2編成しかなってないから、それもあるかもしれませんけど、やっぱりあれですね、コストカットだから、何眩しい、パイプだからすぐ光入ってきちゃうというぐらい、ちょっとね、まああれアルミ慣れちゃってる部分もあるのかなと思いますけどね。で、確か山手線の235系は確か軌道加速度 3.0 だった気がします。で、あっちのね、八味ちゃんの231系は
軌道加速度 2.5 キロってことで、まあ、発射してはわかるんですけど、こっちの方が遅いんですよ。だから負けちゃいます。同時発射したらこっちの方が負けちゃいます。でもう一つね、ハチミツっていうことで、ミツ系編成のね、23日で800段前いるかと思うんですけど、あれは軌道加速度 3.3、 地下鉄仕様に対応しているってことで速いんですよ。めちゃくちゃ速いです。で武蔵野線の231系0番台というかも速いです。 3.3 なんで、まあ普通にこっちは負けちゃうよっていう話なんですよ。じゃあね、今回はモーターとか軌道加速度をメインにお伝えしたいと思うんで、今回ちょっとムードオンで話やりたいと思います。JR 東日本をご利用くださいまして、ありがとうございます。この電車は横須賀線直通快速横須賀行きです。前4両は途中の牛止まりです。次は砂橋です。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、駅をお譲りください。お客様のご協力をお願いいたします。This is the Yokosuka Line Rapid Service Train for Yokosuka. The first four cars will go only to Zushi. The next station is Funabashi, JO25.ということで、船橋で下車いたしました。ちょっと短かったんですが、これは、ね、まあ、帰らなきゃいけないんで、ということで、まあ、発車を見送りましょう。ご注意ください。次の電車をご利用ください。やっぱ軌道加速多いそうです。行っちゃいました。
ということで今回ですね、まあ、235系の軌道加速が217より遅いということでやっていきました。ちなできですが、何と言ったら、なんと加速度に関しては軌道加速は2317の方が速いんですよ。高速からの加速にした時、ノッチを入れた時の加速っていうのは235の方がいいということで、まあちょっとね、いろいろあるんですけど、235系もね、まあこんな感じなんだよというのを皆さん分かればいいと思います。ということで、まあこんな感じで動画ありますので、もしグッドボタンと高評価よろしくお願いいたします。ということで本日もありがとうございました。